2018年1月12日、千葉県幕張メッセで開幕した東京オートサロン。今年創業50年を迎えた RSR のトークショー。 RSR にゆかりが深い2人のスタードライバーが登場した。なんかいけない人みたいですけど大丈夫ですか？そしてプレディ大相撲選手、どうぞ皆さんお聞かせしよう。はい、よろしくお願いします。そしてプレディ大相撲選手、はい、です。こんにちは。さあ、日比野哲也選手、はい、どうでしょう、やっぱりドリフトシーンでは、はい、まあ、D1 の方が、D1、はい、ね、昨年もね、D1 の方はちょっと、はい、昨年は頑張っていて、あのね、言いましたけどもね、去年、はい、2017年からね、僕ね、うん、S2000 っていう車に乗り換えたんですよ。そうなんですよ、はい、そんな話がね、出ると思ってちゃんと用意しときましたよ、はい、ほら、こんな車で、はい、そうなんです。いや、これ、RSR さんのステッカーちっちゃいな。もっと大きくしてくださいよ。大きくするつもりですよ、ね、ボンネットの上、ドーン、ね、はい、実はこれ後ろにね、大きく貼ってあるんですよ。はい、はい、で、もちろん足が当たり前ですね。 RSR さんの、もうしかも特注です。そうなんですよね、めちゃめちゃ無理言って、はい、作ってもらいました。さあ、で、この S2000 という車で、はい、E1 グランプリにエントリーして、はい、確かシェイクダウンのそのレースで、筑波ラウンド第3戦にようやく間に合ったんですよ、はい、で、それが僕の S2000 の開幕戦だったんですけど、うんうん、なんと単走100点で優勝しましてですね、100点満点で優勝と。で、それまでにね、現場にね、本当に RSR さんから2人も来てもらって、うん、そうなんですね、はい、もうフル稼働、もうね、はい、いろいろとやってもらいました。はい、そんな日比野哲也選手です。はい、もちろんこのドリフトシーンでは世界でも、はい、超名前は知れているわけで、はい、ロシアを制した男と、2016年ですね、はい、2015年です。15年ですか、はい、8戦中8戦勝利をして全部勝ちましたね。神と呼ばれているロシアでは、向こうではね、はい、僕のこと知らない人いないですね。ですね、昼も夜もです。そんな話ですけど、はい、そんな日比野哲也選手、はいはい、そしてフレデリック・オズボー選手は、昨シーズンはシリーズランキングが2位だったんですが、2015年、フォーミュラードリフト USA シリーズのシリーズチャンピオン。Yeah, I don't know what happened. We won in 2015, and after that, it just went down. So, 少しね。Yeah. But it was a great year. We ended up getting 10 wins overall, which is a record in Formula Drift. And, you know, being on a team with Hibino is a big inspiration. He has some of the most aggressive driving out there. He just flicks the steering, and yeah, big, big inspiration for me. はい。Formula D の歴代トータル優勝回数10回っていうのを記録することができたっていうことも、ね、自分にとっては大きな飛躍になった年ではあったっていうこともそうなんですけど、うんうんうん、2015年のシリーズチャンピオンから2016年に変わった時の成績っていうのも、はい、まあ、自分の中でまあ正直納得できないところも正直あるんです、はい、でも、まあ、チーム的にはそのマニュファクチャラーズではタイトルも取っているということなんですよね。2017年はマニュファクチャーのチャンピオン、はい。お二人 の, その接点というところではこんな写真を出しているんですが、ね、はい、これが2014年ですよね。はい、はい、それは岡山ですか、ね、これ岡山国際サーキットなんですが、はい、あの2014年からこのジャパンシリーズが始まったフォーミュラードリフト、はい、富士岡山と2戦を行われたんですが、これが、まあ、まずはプレシーズンということだったんですよね、はい、翌2015年からは年間4戦ジャパンシリーズもしっかりとスタートをしていくようになったんですが、そのプレシーズンの2戦目の岡山ラウンドということで、はいはい、RSR から2台らしい、そして、はい、結果的にはどうだったんですか、お二人。あんまり言いたくない。あんまり言いたくない。ちょっとそこを攻めてみようかなと思ったんですが、フレッドはどうだったんですか。I think we ended up third in Okayama. Yeah, yeah, yeah. And maybe Hibino had some technical issues. Mm-hmm. Maybe. Mm-hmm. そうです、その通りね。岡山での成績は、まあ、確か3位で終わったと思ったんですが、はい、まあ、Hibino選手の車に関してはちょっと車両にね、トラブルがあったっていうことも出て、ね、まあ、結果的には、まあ、完走っていうこともままならなかったっていうところでちょっと残念だったなっていう正直な意見なんですけど、はい、やらかしたんです。やらかしたんですか。やらかしたんです。何やらかしちゃったんですか。いや、あのね、まあ本当に自分のミスなんですけど、あのね、あそこのコースね、本当にその時初めてのコース、はい、レイアウトで、
で普段使わないショートカットっていうね、そうなんですよね、はい、あそこを使うっていう、はい、その何ライン取りの一番アウトギリギリっていうのが壁でね、その移動壁があるんですが、そう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 、その壁のギリギリを狙うと高得点っていうね、はい、そういうリスクの高いレイアウトだったんですけど、うんうん、はい、それをねまんまとね、はい、まんまと擦りました、はい、擦ったんですよ、うん、ちょっとひどい、向こうでかっこいい言い方だとオン・ザ・ウォールって言って、ね、壁の上を擦っていくようなね、はいはい、そんな言い方もあるんですけど、まあ、ぶち当たった系ですよね。いやあれね本当にもう一本いかなければよかったぐらいね調子よかったんだよね、めちゃくちゃ調子よかった、ね、良すぎたぐらい、だからもうそろそろやめようかっていう時に、はい、もう順番回ってきちゃったんで、はい、行きました、はい、それは覚えてますか、はい、フレードは。Yeah, actually, I have a little bit of a confession to make. I put sugar in your tank because I couldn't afford losing to you. ちょっとやっぱ見てるのね。まあ実際、まあ、姫野さんぐらいの、ね、レベルの方が出てきた場合、まあ、ガソリンタンクに砂糖でも入れてやろうかっていうぐらいの、そのぐらいでもやった方がいいのかなって思ったところも正直あったんですけど、やらかされたって言ってるんで、あれなんですよ。それぞれこの時のマシンのスペックはどうだったのかなと思って。はい、僕はシルビアの S15 に乗せてもらったんですけども、このエンジンがですね、V 型の、はい、6発ですね、6発日産の V で、これのツインターボっていう、はい、もう馬力で言うと2000馬力近く出ている車を乗せてもらいましたね。The Hachiroko is the opposite. So this is big power turbo but old school setup. This one is naturally aspirated, so a little bit less power but instant response and much more modern suspension. ね、そうですね、その1号と、まあ、ハチロクっていう車だけではなくて、エンジンスペックが V93 リッターのツインターボっていう、はい、まあ、昔ながらのターボ付きっていう車両に対して、自分のは、まあ、NA、はい、まあ、自然吸気の車になってて V8 積んでますっていうところでは、まあ、実際全く違う状態のエンジンスペックになってるっていうのはもう最初から分かってたんです、その中の戦いだったわけですね、はい、でも実はこのハチロクは日比野さんも作り上げていくときには関わっているんですよね。そうですね、うん、1回だけなんですけど、そのテストで、まあ、軽く、うん、鈴鹿ツインサーキットに、行ってですね、うん、走らせましたね、うん、で、すごくもともと難しい車だったんですけど、まあ、馬力も上がってて、はい、で足回りもしっかり決まってきてる途中の状態だったんで、うん、すごく乗りやすく乗ってました、うん、で馬力もね、ここのサーキットはありすぎぐらいだったので、とても踏み切れるような感じじゃなかったんですけど、うん、とてもね、運転しやすかったです。もちろんこの車、マックス・オリド・マナブ選手もここに関わりながら、はい、まあ、ある意味日本で の, そのテストは2人でこう、ね、作り上げていくところがあって、はい、それを、まあ、後にはフレッドが乗り出すという、はい、そんな関わりだったんですよね。はい、よかったですね、うん、本当にいい走りが見れて、ね、はい、フレッドはマックス・オリドのことを、まあ、ヒーローだという、はいはいはい、そんなヒーローと、そして日比野さんのことはどういう風な形で知ってたのかな。なんか聞きにくいこと聞くねいやいや、やっぱりね、海外の選手はね、日本人のルートドライバーはすごくこう、はい、 My lucky charm. You're my lucky charm. Everywhere I go and see you, I always get happy. And usually we end up doing pretty wellNot because I put sugar in your tank. 先ほどのセッションで、まあ、オルド選手のことは、はい、まあ、実際神だったりとか、ね、あとなんかお父さんだったりとか出てましたけど、日比野さんに対しては、まあ、僕の中で言うと、はい、お守り、ラッキーチャーム、ラッキーチャーム、お守りっていうことで、まあ、実際ね、そのポジション的には、うん、いつも目を持ってくれてるような存在でいてほしいって、はい、まあ、そんなもあってガソリンタンクに砂糖入れてやろうかなみたいな話があBut in all seriousness, to me, Hibino is an artist. He's looking for that next step of drifting. So the way he throws the steering from side to side, no one else does that. He has a very unique style where he has super hard flicks, and it's something that I would aspire to learn. And I'm always trying to grow as a driver, and Hibino is a guy that I look up to with that particular thing.まあ、実際日比野選手の走り方のスタイルっていうのにやっぱ決定的なその血侵入って言われるね、はい、そのドリフト界の中で言われる言葉で血侵入、バック侵入っていう言葉のところで、そのやっぱりアグレッシブに
走行できるっていうスタイルっていうのはやっぱ魅力の一つだといつも思っています。その代わり、まあ、やらかすこともあると。それ一言いらないね。いらなかったですか。